皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒ですよ。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はくでした。あくび、ちくわとなりました。このようにマスの中に1文字入れて言葉を完成させてください。もし答えが別にあるときはぜひコメントで教えてくださいね。別解はたくさんあると思います。2問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はんでした。とんち、返事となりましたね。とんちとは場面や状況などに応じて即座に出る知恵のことです。一休さんの水飴や橋、屏風の虎の話などが有名ですよね。1月9日は1と9の語呂合わせで、とんちといえば一休さんからとんちの日とされているそうですよ。3問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は小さい湯でした。竜、竜となりました。制限時間内に正解できましたか。それでは次に行きましょう。4問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はハでした。ご飯、違反となりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。それでは次に行きましょう。5問目です。四角に入る文字は何でしょう。
終了です。答え合わせです。正解はなでした。鼻字、つなぎとなりました。6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はりでした。鳥居、キリンとなりましたね。鳥居はここからは神域ですよという目印、門のような役目があるそうです。鳥居の先は御神域なので、鳥居をくぐる前に一度立ち止まり、気持ちを引き締めて軽く一礼してからくぐるのが作法なんだそうです。参拝を終え帰る時にも、鳥居をくぐる前の位置で拝殿に向かって軽く一礼するといいそうですよ。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は字でした。お辞儀、ひじきとなりましたね。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はのでした。とのい、ちのりとなりました。とのいとは宮廷や役所に泊まって勤務し、警備、守護などをすることです。同じ漢字で宿直と読むこともできますが、宿直とは勤務先に交代で泊まり夜の警備にあたることの意味になるので、どちらで読むかによって意味が異なるので覚えておくといいかもしれませんね。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はかでした。かかし、宝となりましたよ。正解できましたか。次がいよいよ最後の問題ですよ。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。
終了です。答え合わせです。正解はもでした。子守、波紋となりました。今回は何問正解できましたか？追加でおまけの問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。今回の問題は知の種のホームページで無料プリントとして公開していますので、ぜひご利用くださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。